はい、今回はねメンバーシップ動画なんですけども、そうですね、プリンターってあるじゃないですか、家庭用のプリンターね。私もパソコンの横についてるんですけども、エプソンのプリンターをいつも使ってます。このプリンターをね安く買うことができたんで、まあ、その方法と、まあ、こういう考え方で安くできるんだよってことをお伝えしたくて、今回のメンバーシップにさせていただきました。まあ、ですので今回の動画をきっかけにメンバーシップに入ろうかなってほどでもないと思いますけども、まあでもね、金額にして8000円ぐらい得したかなと思いますね、ざっくりと。まあ、だからプリンターを、新モデルのやつを安く買おうかなと思ったら、まあ、多少の運にも助けられないといけないんですけども、まあ、こういう方法があるよっていうふうなね、私の考え方をね、今回インストールしていただくためにメンバーシップ動画とさせていただきます。まあ、だから実際に使うかどうかっていうよりも、こういう考え方をあらゆるところで私は使ってるんだよってことの紹介になりますね。興味がある方、メンバーシップに入って見てみてください。それでは失礼します。